んなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。珍しいものかも。やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。よいしょ。こうして改めて触ってみると。加工して宝石になんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。そりゃー、こんなのも錬金術師にとっては素材になるのかしら。よいしょ。命の残り香を感じる。大切に使わなくちゃね。
脅威ではなさそうね。そこ当てる。そこ伸びろ。正解。連続よ。そこ当てる。そこそこ伸びろ。ライザー行くよ。連続よ。そこ7番でください。妖精さん、お願い。無理しない。そこ当てる。そこそこ伸びる。あっち剣受け剣の舞見せてあげるわ。当てる。連続よ。まだまだ。どうだ。伸びろ。連射。当てる。ライザー行くよ。そこそこまだまだ。正解。連続よ。どうだ。そこ連射。お飛びなさい。何を使おうか。一気に行くよ。合わせて風よ吹いて。そこやあっ、そこ届いて。そこまだ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 伸びろ。カトリチュンさん合わせて。剣の舞に止められるかしら。この剣を触れよ。一気に行くわ。なかなか任せるぞ。当てる。連続よ。伸びろ。何を使おうか。一気に行くよ。任せてください。当てる。そこそこまだまだ届いて。まだまだ一瞬片打ち。演技の前見せてあげるわ。こんなところかしら。とりゃー。なんだ余裕余裕。当てる。そこ連続よ。そこ伸びろ。当てる。どいて。ライザー行くよ。妖精さん、お願い。任せてください。当てる。そこそこ風が届いて。伸びろ。まだまだあっち剣受け剣の前。当てる。逃げられるかしら。そこそこ無理しないで。何を使おうか。一気に行くよ。ライザー行くよ。当てる。伸びろ。そこ行け。正解。連続よ。どうだ。そこ連射。任せてください。小鳥ちゃんさん合わせて。そこ当てる。届いて。伸びろ。まだ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 行け。あっち剣受け剣の舞見せてあげるわ。止められるかしら。当てる。吹き飛びなさい。逃さない。任せるわ。そこ正解。当てる。連続よ。どうだ。伸びろ。そこ向かいだ。行くよ。よし。脅威は去ったみたいね。ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようね。実戦で得た経験無駄にはしないわ。よーいしょ。これただの石なんだけど、本当にこれが材料になるのかしら。
称で扱うようになってから一目で見分けがつくようになったな。喜びそうかも。よいしょ。そりゃ教科書で見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。そりゃあ！そりゃあ！神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。レアな鉱石はわかるんだが、そういうのはそんなに詳しくないぞ。そりゃあ！まさかこっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。そりゃあ！鉱石でも原石でもない、ただの石。気をつけなくちゃ。よーいしょ。神秘的な気持ちになるな。ずっとこのままでいたいな。そりゃ綺麗な石ね。はい、どうぞ。石ころなんかでよけりゃ、アトリエの前にも転がってるだろう。あった、これこれ。何が出るかな。
大丈夫そうだ。そこだ。よっ。連続よ。くれ。ちょ。そこだ。よっ。はあ。ライザー、任せた。正解。連続よ。はあ。任せてください。アトリチア、先陣を切れ。僕に任せて。援護は任せな。くれ。よっ。はあ。まだまだ熱き剣そこだ剣の前の姿を見せてあげるわ。ライザー連続よ。そこ連勝。くせ、手品を見せてやるぜ。くらえ。何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ。よっ。はっ。はっ。よっ。そこだ。頑張ろう。そこだ。よっ。はっ。せーの。連続よ。どうだ。はっ。そこだ。よっ。はっ。ライザー。力を見せろ。そこだ。よっ。これが二刀の連撃だ。カディ、僕に合わせて。アトリチア、先陣を切れ。まだまだ。頑張ろう。こんなところかしら。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。もっと経験を積めってことか。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。そりゃ木材っていろんなことに使えるから、錬金術では重宝してるんだ。やり方次第で立派な素材になるのよね。それよーいしょ。ただの石ってこれでいいのかしら。そもそもただの石ってどういう石なの。よいしょ。神秘的なのは分かったけれど、ワクワクするね。どういうものなのかしら。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。あ、これ使えそう。
前にこんなの撮ってたような。よーいしょ、撮れた。この花ならいい素材になるんじゃないかしら。よーいしょ。扉が、なんで開いてるの？勝手に開閉するようなものでないとするなら、僕たちがやった何かに反応したのかもしれない。でも私たち何かした？食台に火を灯した。それだ。よくよく考えてみれば、この扉には炎の模様が描かれていた。なるほど。ってことは食台に火を灯すのが鍵だったんだね。やけに火に関係したものが多い印象だけど、この遺跡を作った人たちは炎とかを信仰してたりしたんだろうか。わからんが、この先にも待ち構えてるだろう仕掛けのヒントにはなるかもしれんな。じゃあ扉も開いたし、先に進んでみよう。レント君、ライザたちがどこに行ったか知ってる？町の南に行ってるんじゃねえかな。詳しくは知らねえけど。南、それって廃校のこと？そういや、鉱山がどうとか言ってたっけな。ま、絶対にそうとは言えねえけどさ。もし廃校に行ってるなら、ちょっと心配だわ。なんかあるのか？レント君は、あそこがどうして廃校になったか知ってる？知らないけど、廃校のできる理由なんて限られてんだろ。掘り出したい鉱石とかが出なくなったとかさ。俺の生まれ故郷の近くにもあったよ。坑道だけ残ったままになった廃校がな。確かにそれが普通だと思うけど、あそこはそうじゃないの。あそこは資源豊富な鉱山で、廃鉱になる直前までたくさんの鉱石が取れていたの。今でも掘れば掘っただけ鉱石が取れるのは間違いないって言われてるわ。事故でも起きたのか？本当かどうかはわからないんだけど、坑道を掘ってる時に遺跡を掘り当てたんだって。遺跡は確かにあったぜ。俺も見たからな。明かりが切れそうだったんで引き返してきたけどよ。本当にあるのね。私が生まれる前の話だから、ずっと本当かどうか知らなかったんだけど、遺跡周辺で凶暴な魔物が現れたんだって。それで結構な被害が出たってことらしいわ。なるほどな。そりゃ廃校になるわけだ。でも町の近くでそんなことがあったって知れたら大騒ぎになるでしょ。だから関係した人たち以外には知られないようにして、そのまま廃校にしたんだって。それ以降、私みたいに知ってる人もいると思うけど、もう誰も行かないし、魔物も現れてないし。昔の話だからってみんな今はもう特に気にしてないみたいね。それにしても遺跡の話って本当なのね。ライザたち平気かしら？ライザたちなら心配いらねえよ。
俺が行った時にも魔物なんていなかったしな。その時は魔物に出会わなかっただけだとしたら、ライザたちだけで本当に平気かしら。俺がいなくたってそうそうやられねえさ。平気さ、あいつら。けど木の根っこが邪魔で進めないところもあるし、ここの探索は一筋縄じゃいかなそう。そういえばさっきは門番の人もいたから大きく言わないようにしてたんだけど、セリさんが探してるものって？古い植物。植物？どんな？それは答えられないわ。私もわからないから。ただ古の時代から存在しているような、そういう植物。それならこの辺にありそうですね。古い遺跡にこんな木の根っこがいっぱいあるんですから。そうね。これがいつから生えてるかは知らないけど、おそらくすごく昔の植物だと思う。ええ、私もいろいろ調べて、この辺りにはそういうとても古い遺跡が残されていることを知ったのよ。そしてある言い伝えを聞いたの。遺跡には古くから生きている植物があったって。そっか。そんな時偶然僕たちの話を聞いて一緒に来たいって言ったんだね。こうして実際に植物はあったわ。まだ木の根しか見えないけど。遺跡と同じくらい古の時代から生きる植物か。面白い。ロマンがあるじゃねえか。探検家魂に火がつくってもんだぜ。古の時代から生きる植物、確かにこんなにあちこちに根が張り巡るくらいだし、遺跡の奥にはとんでもなく巨大な木があってもおかしくはないね。葉っぱとか花とかもあるかも。セリさん、私たちも一緒に探すよ。そんなすごい木があるなら絶対見たいもの。ありがとう。それじゃあこの根をたどっていきましょう。またみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。そりゃあれ、ライザが喜びそうかも。よいしょ。まさかこっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。砂は簡単に取れるからありがたいな。ワクワクするね。
ろう。これ結構珍しいものかも。よーいしょ。そりゃー、これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。武士にとっては素材になるのかしら。あった、これこれ。よーいしょ。綺麗な石ね。はい、どうぞ。よーいしょ。これ使えそう。よーいしょ。そりゃー、レアな鉱石はわかるんだが、そりゃー、普通のはそんなに詳しくないぞ。こうして宝石に、なんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。そりゃ、また鍵穴も何もないドア。今度はどうやって開けるんだろう。周りにヒントがあるかもしれない。ちょっと探してみよう。これって太陽の模様だよね。何か意味があるのかな。炎が我々の力の象徴だ。誰？そうだ、我々は炎によって守られている。これ夢？常に炎を絶やさぬよう、周囲のものは炎の力によって作動するようにした。絶やさぬ炎も作った。常に炎と共にあらんことを。聞こえなくなった。何なの今の。また扉が燃えて炎が広がって白いところで声が聞こえて、みんなは見てないの？いや、むしろ
ライザは扉に触ったと思ったらぼーっと動かなくなってたんだけど。何を見たんだ？この遺跡の記憶か？わからないけど、ここは太陽や炎を大事にしていて、炎の力でいろいろなものを動かしてたみたい。それって何かを燃やすことで遺跡の仕掛けが動くってことかな。何か必要だと思うんだけど。一度この遺跡について調べたこと改めて確認した方がいいのかも。推理をまとめてみよう。よし、達成成功。何やるんだっけ？島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。よーいしょ。通称で扱うようになってから一目で見分けがつくようになったな。そりゃ脅威ではなさそうね。そこだ。よっそこだ。はぁ、あ、そこだ。よっと、はぁ、あ、せーた連続よ。任せた。そこ、そこだ。任せてください。僕に任せて。そこだ。そこ、よっと、はぁ、あ、届いて。伸びろ。熱き剣受けつ。そこだ。よっと、はぁ、あ、援護、援護するよ。そこ、ま、せーた連続よ。どうだ。そこ、そこだ。よっと、はぁ、あ、伸びろ。これだ。任せた。連続よ。どうだ。はぁ、そこ、連射。そこ、息抜くわ。これが二刀の連撃だ。そこだ。よっと、はぁ、よっ、せーた。連続よ。伸びろ。どうだ。よっと、はぁ、連射。連射。レイザー、任せた。任せてください。そこだ。これが二刀の連撃だ。引き取りなさい。脅威は去ったみたいね。Thank you.
うちの対象だとかなり高値で取引されてるものだよ。そして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。
冒険、そういうのも悪くないのかもね。私が聞いたら驚くだろうな。そこ！見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。そりゃあ、神秘的な気持ちになるな。ずっとこのままみたいな。ただの石って、これでいいのかしら。
そもそもただの石ってどういう石なの？よーいしょ！そりゃー！わー、綺麗な原石！これで何作ろうかな？そりゃー！植物と違って鉱石を見分けるのは難易度が高すぎるわ。見てみたいかも。よいしょ。蜂の巣だけでいいのか？蜂の子も蜂も食えるんだが。石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるだろうに。よーいしょ。これも素材になっちまうのか。そこ！くれって言っても無理だろうな。とりゃー！とりゃー！原石ってこんな感じなのね。カットされたものしか見たことなかったわ。材料になるのか。錬金術ってのは不思議なもんだな。次第で立派な素材になるのよね。何が出るかな。行きますか。
これって、いやいや、そういうことじゃないか。これこれ、すごくいい形の石だ。けどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。そりゃ脅威ではなさそうね。そこだ、よっと、はぁ、連続よ。そこ、そこだ、よっと、伸びろ、正解、ちょいだ、連続よ、任せた、そこ、連射、任せてください。そこだ、よっと、援護するよ。そこだ、よっと、はっ、届いて、伸びろ、圧危険、受けて、そこだ、よっと、かかりつつ、援護して、そこ、そこだ、よっと、はっ、伸びろ、届いて、そこだ、援護するよ。はぁ、そこ、正解、連続よ。そこだ、伸びろ、はぁ、よっしゃ、冷たいよ。そこだ、よっと、はぁ、よっ、迎えた、伸びろ、任せた。そこだ、よっと、正解、連続よ。どうだ、そこ、そこ、連射、そこだ、よっと、はっ、任せてください。伸びる、僕が行く。そこ、バディ、僕に合わせ、届いて、まだまだ、伸びる、危険、受けて、よっと、剣の前、見せてあげるわ、いつ抜くわ。援護するよ。そこ、ライザ、任せた、連続よ。脅威は去ったみたいね。あ、なんかわかりそうかも。このままでも十分使えるんだけど、それじゃ錬金術師の名折よね。よーいしょ、よー、ちょっと持ちすぎかも。神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。これは何を言ってるんだろう。
りになるのかな。抽象的な情報ばっかりなのかな。こんなところがあったんだ。とりゃどんなことがわかるかな。新しい何かに出会えるかも。とりゃー
どこに行きますか？よーし、行くぞー。